ピンポンパンポン以下の成分が含まれています。ご視聴にはご注意ください。全然場所が見当つかへんから探しまくったら全然逃げ場所が見つからんかってんよ。せやって4、5回死んだ後にやっと行き先を見つけました。なんでちょっとサクサクプレイをやります。今からちょっと呆れたしつこさ。あれあれできたね。はい、行きましょい。さあ、ここでちょっとね、タイラントさんと追いかけっこが始まりますが、頑張ります。頑張ります。あ、怖い怖い。あ、怖っ！もう目の前におった！やばっ！一応ちょっと先にやっておきました。何度も何度も死んじゃうとね、リスナーさんも見づらいと思ったのでご了承ください。じゃあこっからね、また初見に戻ってやっていきたいと思います。ゴミ焼却施設、ここにゾンビいないといいんだけどな。ここまで来てまたお渡し機とかだったら私泣くぜ。はいはい。で、右側に扉があるね。あ、ここセーブがあるんだ。あー、よかったー。はい、オッケー。ここは何かな、開かないのかな。うん、なんか電池がないみたいで開かないね。なになに、ん、またなんか続いてるみたい。おまた向こう行けってことか、ラジャー。下から見てくか。でもここにセーブの場所があるってことは、そんなそうそうゾンビがいたりとかはしないと思うんだよね。ちょっと現実的な話だけど。あとは、うーん、上に行けってことですな。ここの階段登って2階見るっていうとこでしたね。失礼しました、電話でした。ここ登ってて、これは何？点検報告書9月第2週新品のリストタグが先ほど到着しました。これでようやく本格的な解体工事に向けた点検作業を実施できます。先日ご報告した焼却炉の異常についてはご心配には及びません。大型ゴミでも残っているのでしょう。この報告書を書き終えたら確認に向かいます。はあ、どういうこと？よいしょっと。ん？なになに？あの奥に行けってことだよね。わかった。また死にたくないぞ。というか、待って。アイテムがねえぞ。きついなぁ。うわー、行きたくねー。でも行かなきゃいけないんだよね。お、これを拾うのかな。腕輪、シンプルなデザインの腕輪。
嘘でしょ、はあ、うわやるじゃないの。私を焼き殺すつもり。あなたの G ウイルスは渡さない。あれを狙ってるのは私だけじゃない。知ってるでしょ。道連れがいてよかったわね。うわやばいやばい。待ってね。あれ多分これで探すんだろうけど見つかんないよ。これかほい。次これはい次あやばあと3秒しかない。その綺麗なお体を焦げ焦げにしてしまって、こうしてここもこうしてで、できるはず。ほら、よかったー。よーいしょっと。さあ行こう。やってくれる、アネット。よかった。二度あることは三度あるとかではなかった。まあ二回目だからね、サクサクっとセーブしちゃおう。お、ここもいける感じ。ゲストアカウントを確認。リストタグの貸し出し期限は10月1日です。期限内に返却してください。わかりました。多分無理ね。違うこと言ってる。そっか、腕輪がないとここは通れなかったんだね。だから取ったんだ、この腕輪。リストタグ、ゲスト、ほんとだ、そういうことだったんだね。チップが装着された。腕輪型の電子機、チップにはゲスト用のアカウントが登録されている。じゃあ、焼却炉に横たわってた人はきっとゲストさんで来てたんだな。点検か何かでね。さて、行くか。アネットさんを追っかけなきゃいけない。こっちか。どこにいるんだ。何？まだ追いかけっこを続けるつもり？ゲームは終わりよ。あなたの負け。なんで？聞いていい？旦那さんは元気かしら。まさか G を独り占めするために殺したとか。面白い考えね。あなたが協力しないならネストに向かうだけよ。やれるものならやってみなさい。多分レオンのこと言ってんだよね。ここでレオンが目覚めるのかな。あ、そうだ。うわ、なるほど、オリジナルはこんな感じなんだ。早く行ってあげて。エイダ、みんな負傷してる。エイダを探す。あ、ほんとだ、すごい、エイダにほら。どこだ。エイダに傷の手当てしてくれた
感じになってる。おお、面白い。あ、よかったー。もう二人とも負傷してるよ。さてと。次行く場所は、まず後ろ下がったところに、タイプライターがある。こっち？あ、逆だ。こっちだ。あ、ここさっきあれ、あの場所か。あれ、もう戻れなくなってる。はあ、もう戻れないの？ならもう先に進むしかないね。あ、追っかけるんだね。待って、ここの先って。あ、よかったー。行かなきゃいけないかと思った。じゃあ、あのエレベーター使うんだな。ほい。あれ？ほい。こっちだ。あ、なんか水門があるね。あ、ここにもまたタイプライターが。よかったー。はい、セーブ。とりあえず、こんな感じの装備で行きました。目だったらその時また考えます。さあ行こう。水門なぁ、あったなぁ。ここは降りなきゃいけないの？こっちは行けるみたいだけど。まあね、青の時点で何もないのは見え見えなんですけど。ですよね。わかりました。じゃあ降ります。よいしょ。これで戻れなくなっちゃったね。あ、やった、ハンドガンの弾47発もある。嬉しいな。このまままっすぐ進む感じだね。素晴らしい匂いだ。素晴らしい匂い。レオにもやっとジョークが言えるようになったんだね。ここは、あ、登れた。ここはん、なんか落ちてる。あ、これか。前にもあったけど、何の意味を持ってるんだろう。もしかしたらクレアの方でやったりするのかな。さあ、右と左どっち行こうかな。なるほどね。じゃあとりあえず左から行ってみようか。左はそこの先行き止まりだからね。あ、ほら、ショットガンの弾。こういう行き止まりなところってね、なんかあったりするんだよな。じゃあ次は左。なんかね、ゾンビたちの声が聞こえたから嫌な予感はするけどね。何かあるかな。あ、なんもないね。じゃあもうないのかな。何もなかった。じゃあ上がっちゃおう。あれ、はい。あ、このクソ野郎。ちょっと待って、ちゃんと照準が合うときにしよう。オッケー、クリティカルヒットー。嬉しいね。こういうときもうほんとスッキリする。次はこっち。ん？なんかある？ん？特殊部隊のデジタルビデオテープ。はあ、しかも死体なのね。ここの上は？うわー、なんか特殊部隊だからなんかさ、強そうなイメージが勝手にあるけど。ここはどこだ？またなんかよくわからんとこに来てしまったけど。ここは何もなしと。ここは？トリートメントフェシリティ。鍵がかかってる。ここ左行ったとこは？あ、なになにこれ。電子部品、スティック状の電子部品。あ、上がっちゃった。上に行っちゃった。ああ、ここはロックがかかってると。はい、はいはい、刺した方がいいんだな、おそらく。なんか後ろから聞こえるんだけど。こいつでいいんだよね、とりあえず。さて行きましょい。あ、ここも鍵がかかってる。クソ野郎、まだ生きてんの。はい、
行こう。なんか生きてるっぽいけど、まあその時また倒せばいいや。弾はね、無駄遣いしたくない、極力。はあ、あー、ナイフよかった。探してたんだよ。ここは特にないから、もうそのまま進んじゃっていいみたいだね。進もう。あれ、あー、落ちてきちゃったよ。くそ、またなんか落ちてきた。あれ、ここってまた戻ってきた。そういうわけじゃない。あ、ブルーハーブだ。あ、そういうわけじゃないね。で、ここまた通れないんだ。こっち行って。今のリッカーだろ。はぁ、嘘でしょ、嘘でしょ。間違えた。忍び足でできるだけ行って、見つかったらその都度対応しましょう。というわけで、また倍速タイムの前に強化火薬をゲット。はい、倍速タイム。ダメだな、やっちまうか。こんなとこにケーブルカーなんてあるんだろうね。そしてまたコンパクトナイフが、伝説のスーパーナイフを捨ててしまった。彼女はどこに。いないね。ん、アンブレラ本社宛てのメールの通知。オーエンズ新長、室長、ネスト内に警報と悲鳴が響いている。何が起きているかわからない。銃声がする。所長とは連絡が取れない。私たちも閉じ込められている。一刻も早く救助を。オーエンズ室長、最悪の事態だ。ネストがウイルス汚染された。ありえない。フェイルセーフシステムが起動しない。外部からの干渉、それしか考えられない。だがなぜ。マイヤーとキムが死んだ。咳が止まらない。どうして連絡をくれないんだ。オーエンズ室長、そうか、あなたたちが。うわぁ、やだな。うわ、出た、こういうの。開けられないよね。あ、よかった、ショットガンの弾が2発だけ戻ってきた。嬉しい。ここも何もない。あれ、何もない、もしかして。あー、ここになんかエレベーチャーがある。エレベーチャーに乗るか。エレベーチャー、あ、降りなきゃいけないの。え、嘘。あれ？あ、こっから入ってきたんだもんね。へえ、そんなバカな。下行っちゃったらあれじゃん、また上戻ってこれないんじゃないの。でも何かできるわけでもないしな。何か書いてる？はい、何も書いてない、何も書いてない。行くしかないね。じゃあ行くか。
よいしょ。よいしょ。あ、また降りなきゃいけないんだ。よいしょ。お？嫌な音だ。そうね。どこだ？エイダ。エイダ、今行く。あ、やばい。エイダが、あ、ここにタイプライターがある。これもある。あ、またいろいろあるね。これはビデオテープが入れられるね。入れてみよっか。まあね、こんなエイダが苦しんでる中ビデオテープを見てる暇ないんですけどね。やめろ。やめてくれ。やめろ。ダメだ。ダメだ。やめろ。おい、こっちだ、バケモノ。やめてくれ。そいつを殺すな。そんな。今のは何だったんだろう。あのウイルス、ネズミが拡散させたのか。かもね。お、下水道建設会社のパンフレット、CEO からのご挨拶。この度は、我がナイツコンストラクションカンパニーに興味をお持ちいただきありがとうございます。弊社は20年にわたり様々な都市の下水施設を手掛けてまいりました。長い歴史の中で我々が大切にしてきた2つのもの、それは遊び心と高いデザイン性です。地面の下に隠れている設備だからといって最低のデザインである必要はない。我々はそう考えます。クイーンより優雅で、ナイトより洗練され、ポーンのように愉快な我が社の施工は皆さんへ最高の勝利をお届けすることでしょう。それでは皆さんにお目にかかる日を心より楽しみにしております。ナイツコンストラクションカンパニー CEO 兼国際チェス協会名誉会員兼ラクーンチェスクラブ名誉顧問兼多いな、フィッシャーチェス愛好会名誉理事 RB フィッシャー。フィッシャー、フィッシャーってどっかで聞いたことがあるような名前だな。で、このビデオテープも使わないと。で、ブルーハーブがあるなぁ。緑ハーブと混ぜ混ぜしとこうか。あと、待ってね。ちょっと拾うものがあるので拾って。うん。はい、これでセーブしましょう。オッケー。ちょっと待ってね。あ、ここでいいか。はい、というわけでセーブができました。ではね、皆さん、今回もバイオハザード RE 最後までご視聴くださりありがとうございました。次回はね、もうこんなのんびり言ってる場合じゃないんですけど、エイダ姉さんを救出するというところから始めさせていただきます。ではまたお会いしましょう。さようなら。